ジュラオン、バ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 ジュラオン。時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラオン。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁のおずぬに命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を前期。前期金剛の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の寄進前期は再び蘇らん。もうすぐ新年です。私んちは初詣の参拝客を迎える準備で、それはそれは大忙しいのはずだったんだけど、夕べからの突然の大雪に街はもう氷河期状態。とにかくもう寒くて、こんな日は何も起こらなきゃいいけど。綺麗な花。え？こんにちは。いいところへ来たわね。古よりこの地に眠りたる雪が怨霊、今こそ入れよ。年末になったら大掃除しなきゃいけないって誰が決めたのかしら。千秋、わしにも綺麗な雑巾を一枚。前期はどこへ行ったの？おてん、さっきまでそこですす払いをしてたはずじゃが。これ千秋、雑巾はどうした？またサボって。前期、前期、やれやれ。それにしてもこの雪、ただごとでないの。雪、何もかも全てを覆い隠す。みんな凍りついておしまいなさい。まずいな、吹雪いてきやがったぜ。だ
く、なんだってこの俺様が掃除なんか。寒いのはちょっと苦手だぜ。お掃除は順調かしら？ずいぶんと時間がかかってるようね。あ、ほら、まだ埃が残ってるわよ。まともに働けない人はお正月のお餅食べなくてもよくってよ。てめえ。はいはい、ただいま。今開けますから。は？どうしました？和尚様、受戒和尚様。どうじゃな、丈太郎の具合は。だいぶ落ち着いたみたいです。受戒。丈太郎、まったく何もこんな日にこずとも。受戒、一大事じゃ。ん？小雪が。おう、主の孫娘、どうかしたかの？帰ってこんのじゃ。なんじゃと？わしはこの通り持病が出て、そしたら小雪のやつ、わしのためにお不動様へお参りに行くと言って、そのまま。うん。この大雪の中じゃ無茶ですよ。よし、この樹海和尚に任せ。というわけでうちの和尚様があとは大姉様に頼むと。ふん、樹海名声のいいことだけ言おうって、なんて調子のいい坊主じゃ。さきばあちゃん、早くその小雪ちゃんを。そうじゃ、この大雪一刻も早く探し出さぬと取り返しがつかぬことになる。早速支度しましょう。ほら、あんたも行くよ。何する、離せ、ごらん、離せ。なんだってこのクソ寒いのにこの俺様までが。その通り、わしが丈太郎の看病をして大姉様が探しに出るはずじゃったのに。お主のところのお不動様とは。はい、お不動様がずっと昔から我が家のご先祖様を守っておられますのじゃ。ほう、そういえばわしらの子供の頃にもこんな大雪の日があったわい。はい、外へ出ると雪鬼にさらわれるなどと親父がよく言うとったな。先殿、小雪は大丈夫ですかの？大丈夫じゃ、安心せ。今みんなが探しておる。何せわしらの式神殿もおられるでな。いざとなったらお不動様が助けてくださる。寒い。この小屋が途中になかったらわしらが氷漬けになってしまうところじゃったわい。この吹雪では動きようがありませんね。ああ、極楽極楽、ずっとここにいようぜ。だけどいつまでもこうしてはいられないわ。待つんじゃ千秋。だって小雪ちゃんが。今出て行って一体何ができるというんじゃ。そんな。和尚様の言う通りです。千秋さん、吹雪が少し収まるまで待ちましょう。こんな大雪の日は雪鬼がやってくる。何ですかそれ。わしらが子供の頃はみんなそう信じとった。雪の原野をさまよい人を食らう。女の姿をしとる場合もあるらしい。その表情は氷のように冷たいが、その美しさは例えようもないという。そんな食ったらね。例えば
こんな吹雪の日に家の戸をどんどんと叩く音がする。よしてくださいよ、お嬢様。そういう時は絶対に戸を開けてはならぬのじゃ。絶対にの。怖いよ。どうじゃ、少しは気が紛れたかの。え？あまり思い詰めてはうまくいくはずのこともうまくいかんもんじゃって。なんだ。お嬢様。まさか。なんだ、誰かと思えばおめえらかよ。とんでもねえ雪だぜ。俺も火に当たらせろ。なんであんたがこんなところに来るのよ。おお、寒。そういうおめえらこそこんなところで何やってんだ。そうよ、ソーマ、お願いがあるの。ん？ジョー太郎。サキ殿。まだ起きてはいかんぞ。これをお願い申す。それは。お嬢ちゃん、気持ちはわかるが、確かにみんなの言う通りだ。ここはもう少し様子を見た方がいい。雪女。あんたは見たことがあるのかい。いや、これは単なる迷信だよ。いるぜ。雪女はいる。いや、少なくともいた。それは本当か。なあ、俺は見たんだ。あれは俺がまだ大魔将を目指して修行を始めた頃。まるで歯が立たなかった。その頃俺はただのガキだった。だが俺は生き残った。主はその雪女を倒したのか。いや、助けられたんだ。誰に？お嬢ちゃん、焚き火に薪を。ええ。それからその二人を起こすんだ。いつの間に。栗林、起きるんじゃ。栗林。電気、起きてよ電気。千秋、薪が先じゃ。違うところを見せてやるぜ。かん、邪気退散。逃がさねえぞ。てめえ、姿を見せろ。どこ行けやった。くそ。出やがったな。
もったいぶりやがって。行くぜ。おんまりしえいさわか。大魔剣、滅びよ化け物。何？てめえは、まさか。あ、アンジュ。とんだお邪魔虫が出てきたわね。影で操っていたのはてめえが。どうしたの？さあ、その大魔剣とやらで彼女を刺してごらんなさい。何？今あなたが感じた通り、その雪女の実態は人間の娘よ。やはり。刺せばその娘も死ぬわよ。てめえ、憑依の実を使って雪女を復元しやがったな。そうよ。そしてそのよりしろに、生きのいい娘を使わせてもらったわ。この系統が、てめえが先だ！何？しまった！くそ！まだまだ修行が足りないようね。相馬！来るな！千秋！相馬！うわぁ！相馬！千秋、逃げろ！そんな！待っていたよ。次はお前の番だ。縁の千秋。前期！前期、ここに元臨。前期、よかった。鬼神よ、現れたね。我が雪の怨霊よ、本当の姿を見せるのだ。不動明王の聖剣受けてみー！関坊ちゃん！また邪魔が。そんな老いぼれ、とどめを刺してあげなさい。聖剣が効かぬのか。やめろ！アンジュ、あの時のお前はどこ行った？アンジュ。一体前期前期前期火炎獣はーん本能核何我が金剛核に炎よ宿れ豪華将来火炎王陣
己、またしても。小雪ちゃん。ああ、ひょういのみ。いただくぜ。お不動様のご看護じゃって、お不動様が雪女を退治なさったのじゃ。そうま、お主過去に暗示と何があった？あんなやつと何かあるわけはねえだろ。じゃな。そうま、ありがとう、おじちゃん。おっと、おじちゃんはまだ早いぜ。お嬢ちゃん。